日程第1の一般質問を継続します。朝倉三毛春議員。新型コロナウイルス変異株の検査対策に関して、最近の8月30日月曜日から9月5日をまとめた9月8日付の保健所の州法によれば、変異株 PCR 検査の結果において、アルファ株0人、デルタ株等24人であり、船橋の変異株の中でデルタ株等が優位である。ほぼデルタ株等に置き換わっていたと見ていい状況となっております。まず8月30日から9月5日の週において、保健所における PCR 検査数での陽性者検体93人のうち、約4分の1に相当する24人、26% が変異株検査に回されています。逆に言うと、4分の3の 74% については、変異株 PCR 検査を行えていません。変異株 PCR 検査を実施する基準は、前回7月9日に質疑したの時に確認したように、CT 値が30以下で医師が必要と認めた場合に検査していると考えてよろしいんでしょうか。一般 PCR 検査で陽性でと出たもののうち、CT 値が30よりも大きく40以下だったものの中にも、変異株検査をすれば、デルタ株等と出るものもあると思うが、全数変異株検査を行えないのでしょうか。なお、全数変異株検査実施の場合も、毎回やるのではなく、市民の広報啓発のために1回だけ実施して、その結果を発表するという方法もあるので、その可能性も含めてどうでしょうか。保健所理事。お答えいたします。変異株検査については本市保健所で行った新型コロナウイルス PCR 検査により陽性が判明した検体のうち CT 値30以下で医師が必要と認めた場合で前回質疑の時と変更はございません。 CT 値はウイルス量を示しますが CT 値が30を超えるとウイルス量が少ないため変異株検査では判定不能となることもあります。そこでウイルス量が多く、結果判定が行いやすい CT 値30以下の検体を抽出し、船橋という地域でどの変異株がどのくらいの割合で蔓延しているのか、また新たな変異株の可能性がないかを調べております。全数変異株検査の実施につきましては、その実施回数も含めて検査の精度管理や保健所での検査可能件数の観点から、難しいものと考えております。以上でございます。朝倉三毛春議員。全数変異株検査 PCR 検査に関しては保健所の検査可能件数、能力を超えるということで不可能との話であります。現在の検査室の方々には、本当に毎日相当量の検査を正確に実施されていることに敬意を表します。私自身も検査能力的に現段階で全数変異株検査は難しいだろうという点は了解しました。まずは現状の検査体制の維持に力を入れてください。すると船橋の傾向、日本全国も含めた傾向から考えて、CT 値30よりも大きい場合も含めて、デルタ株の比率が高まっていることを前提にして、対策を進めるしかないんではないかと思います。船橋保健所からの州法をもとに、6月6日から8月29日までの州ごとの変異株 PCR 検査における、アルファ株とデルタ株等の推移を示したグラフを作成いたしました。7月11日まではアルファ株優位でありましたが、7月12日から18日の週に、アルファ株20に対してデルタ株22とデルタ株等が上回り、8月9日から15日においては、
デルタ株、アルファ株5に対し、デルタ株218となり、変異株検査におけるデルタ株優位等優位は明確であります。実はこれは世界的な傾向でもあります。世界の SARS COV2 の変異株の分子系統樹や変異株の中での各株の頻度、フリークエンシーをリアルタイムでアップし続けているネットサイト、これは誰でもご覧いただけますので、ぜひ、ご覧いただきたいんですが、ネクストストレインというのがあります。では、コロナ対策に関わる行政担当者は、いや、関心を持つ市民は常にチェックすべきサイトであります。昨日付で打ち出した発生以来の頻度は、これちょっと横軸が時系列で見にくいんですが、一番横が2020年のオクトーバー、10月ですね。一番 右のメモリが2021年のオーガストということで8月ということで、この1年間の推移を見ると、2020年までは、まあ、20A とか 20A あるいは 20B あるいは 20C と言われる従来株が優位でありましたが、2020年の12月から 20I と呼ばれるアルファ株が出現増加し、今年4月にはアルファ株が約半分を占めました。しかし同じ4月には 21A と呼ばれるデルタ株が増加し始め、9月冒頭時点ではほぼこの緑ですけど、全世界的にも 90% を占めております。その上のダイバーシティという項目では、遺伝子において変異の多い場所が棒で示されております。変異の多くがこの水色の線である、S タンパクという、ウイルスが細胞に侵入するトゲトゲの突起タンパクに集中していることが示されております。船橋市としても、全数変異株 PCR 検査こそ現状ではできないが、以上のような傾向から考えて、デルタ株が船橋市内でも優位になっていることを前提に対策を進めるべきだと思いますが、市としてもその認識で対策を進めていると考えてよろしいでしょうか。保健所理事。お答えいたします。市保健所の独自検査では、7月下旬以降、変異株に対するデルタ株の割合が約9割を超えております。また、市内医療機関で実施している検査では、変異株に対するデルタ株の検査は統一的に実施していないことから、市内全体の変異株の割合は把握できておりませんが、国立感染症研究所が発出している感染伝播性の増加や、抗原性の変化が懸念される新型コロナウイルスの新規変異株第13報によりますと、新型コロナウイルス陽性検体に占める L452R 変異を有する検体、デルタ株の割合は、東京、埼玉、千葉、神奈川で 99% と推定されていると示されており、本市保健所で実施している検査から判明したものと同じ傾向が確認できているところでございます。市といたしましても、デルタ株の特徴を市民の方に発出していくとともに、改めて基本的な感染対策を周知しているところでございます。以上でございます。朝倉幹春議員。これまで議場で何回も PCR 検査に関して2年にわたってさまざまな技術的な質問をさせていただき、その都度良い方向で検査体制が変わっていきました。デルタ株等に置き換わる全国的あるいは市内で問題、全国的あるいは市内で問題になってきた変異株 PCR 検査もしこれ今後あれば、それはその都度追加していただくことは前提ですが、ただ、現時点では検査体制を整備した結果、船橋でも感染伝播性の高いデルタ株等優位に変わっている傾向が判明したとの結果であり、あとは検査室、検査の改善の問題ではなくて、市全体保健所の対応に質疑の力点を移すべきだと考えます。しかし、この2年間における検査室の様々な苦闘の話につきましては、12月2日、日本物質生物学会の第44回、大会で私も報告者の一人ですので報告させていただこうと思っております。それで接種希望者へのワクチン接種の実施
状況、国からの供給自体に翻弄されてきた状況の中であるが、市がどのような形でいつを目標にしているか示すことが必要という通告を9月の1日にさせていただきました。その後、その時に実はもう私も SNS でいろいろ情報を発信してるんですが、船橋市の新型コロナ感染情報などの情報を発信しますと、常にこういう書き込みがされます。船橋市民だがワクチンがまだ予約できてないとの苦情です。私も国からの供給量不足が根本原因と言いながらもお待たせして申し訳ないとひたすら謝り続けてきました。そんな状況でしたから、私のところにもこのように接種券が送られてきておりますが、私自身は船橋市民の中で希望者にワクチンが十分に行き渡った後、まあ、年内か年度内に接種するつもりで、今は感染予防に気をつけながら過ごしております。その後9月6日付で保健所理事より、新型コロナワクチン集団接種を再開します。11月末までに希望する市民への接種の完了見込みとの報告が、国からのワクチン供給予定のタイムスケジュールとともに示されました。これで了解いたしましたので、国の供給量がこの通り実施されるように、しっかりと要請と確認を続けていってほしいと思います。変異株に関してワクチンの効果との疑問が強くなってきた今年の5月の11日に、一つの重要な研究が示されております。横浜市立大学医学部の山中武春教授当時らの日本人のワクチン接種の変異株に対関する中和抗体、体液性免疫保有率の研究が示され、デルタ株に対しても2回接種で 97% の中和抗体が見られるとのことです。研究母数が111と少なく、今後の大規模な追加の研究が求められます。山中武春氏はその後横浜市長になられましたので、まあ、ご本人は無理だと思いますが、これを引き続く研究の発展を願っております。保健所にワクチンの変異株に関する効果に対して、市民から問い合わせがありましたら、このデータも判断材料の一つとして提供したら良いのではないかと要望しておきます。そして、次、最新の州法で、9月7日20日時点、20時時点で、病床使用率 71.2% という結果が出ました。7月上旬から感染者の増加がありました。市も病床数確保のために市内医療機関へなどの協力要請してきたと思います。7月1日時点と現時点9月9日では何病院で何床であり、どのように増加したのでしょうか。保健所理事。お答えいたします。新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れる病院数、病床数については、7月1日時点で8病院124床でしたが、9月9日現在は15床増え、8病院139床となっております。以上でございます。朝倉幹春議員。大変な状況の中、15床増やしたということで、ご努力に感謝いたします。酸素ステーションと抗体カクテル療法の実施につきましては、先般議員が質疑されましたので、準備実施を進めるように私からも要望いたします。次に、保健所の州法で、自宅療養者は9月8日20時時点で52人ということであります。この間、自宅療養者の急変によるし、とりわけ保健所と連絡が取れてない状態での死亡が、20代も含めて全国的に報道されてきました。船橋では自宅療養者には健康観察のために最も重要なパルスオキシメーターは届けられているんでしょうか。パルスオキシメーターとは皮膚を通して動脈血酸素飽和度 SPO2 と脈拍数を測定する装置です。赤い光の出る装置を指に挟むことで測定いたします。救急医療の現場では、飽和を示す英語であるサチュレーション、あるいはサットと呼ばれております。赤血球中のヘモグロビンは肺で酸素と結合し、動脈血を通じて全身に送られます。ヘモグロビンは末端組織で酸素を下ろします。この動脈血の酸素飽和度について追跡する装置です。
これを、この自宅療養者はいつの時点で受け取ることができるのか。明らかに呼吸困難の症状がなくても、SPO2 が93以下となったときは警戒すべきですが、連絡に関してはどのように自宅療養者に伝えているのか。その場合、保健所として優先対応するのでしょうか。保健所理事。お答えいたします。自宅療養者の健康観察及び容体急変を察知するためのパルスオキシメーターについては、保健所医師が必要と判断した者に、原則として発生届を受理し、初めの疫学調査を実施した当日に搬送しており、8月末日現在、自宅療養者のおおむね6割程度の670台を貸し出ししております。しかしながら、医師の判断がなくても、できるだけ多くの陽性者へ貸し出しできる体制を整えるよう、追加で購入し、現在約1700台を整備いたしました。また、先般議員にもご答弁いたしましたが、自宅療養中の方は、発熱等の症状やパルスオキシメーターの値が悪化した場合には、深夜帯も含めて保健所の疫学専用の直通電話番号に連絡してもらうよう伝えており、保健師等が症状を聞き取り、保健所医師の判断により必要な場合は入院調整を行います。以上でございます。朝倉幹春議員。パルスオキシメーターでの観察は、自宅療養者にとっては命が詰まっておりますので、全員配布を目指していただければと思います。さて、自宅療養機関の本人と保健所との連絡体制はどうなっているんでしょうか。保健所からはどれぐらいの頻度で状況確認するんでしょうか。そして、自宅療養中の食料供給などの支援体制はどのようになっているでしょうか。保健所理事。お答えいたします。保健所からの連絡体制でございますが、症状や基礎疾患の有無を聞き取った上で、血中酸素飽和度の低下が見られる場合や、咳、発熱に加えて水分補給が困難な場合や、下痢症状など全身症状がある方については、保健所医師の指示により毎日の健康観察を行っております。また、症状に変化が見られた場合には、いつでも保健所に連絡するよう、お伝えした上で、発症後7日目に保健所に電話連絡を行っております。保健所が最初の疫学調査を実施した後、2日から4日後に連絡ができている状況が一般的でございます。次に、自宅療養中の配食サービスにつきましては、令和3年3月より開始しており、市ホームページで案内をするとともに、疫学調査や健康観察の際にも、生活上の困りごと等を確認する中で、必要と思われる方には迅速に配送を行い対応しているところです。先般議員にもご答弁いたしましたが、自宅療養中の Q&A を作成し、例えば、事情により自身で食事を用意することができない場合は、保健所のサポートが受けられる旨の掲載を始めさせていただいたところでございます。以上でございます。朝倉幹春議員。自宅療養中の経過観察と、急変による死がないようにするということが今最も重要だと思いますので、保健所は全力を挙げて全市で支援していただきたいと思います。